ケントチャンネル」へようこそ8月になると平和という言葉をよく耳にします私も8月になるとやはり平和について考えますそこで8月13日の「夕刊富士」の連載で平和について書こうと思いました 見出しは自国の安全を他国に依存する。日本の平和ボケ。という少し過激なタイトルでした。では引用します。日本は15日ポツダム宣言を受諾し、太平洋戦争が終了してから75年5年を迎える。日本国憲法は民主国民主権。 それから、基本的人権の尊重。平和主義。お三大原則として挙げており。日本は平和だと思っている人は多い。だが、日本はお政治にも平和と言えた状況ではない。と書きました。えー、この考え方はどういうことかと言いますとね、平和という言葉自体はですね、決まった意味がないですね。 あの、法律用語でもなければ法的な意味は一つもないんで、一旦本人の主観に過ぎないんです。だからよくプロパガンダに使われるわけですよね。一般的に考えれば、まあ戦争のない状態を平和と考えれば、まあ確かに日本は今ドンパチはやってないけれども、ドンパチはやってないけれども、まあ、あの、広い意味での戦争は続いてるような気がしますね。詳しく見てみましょう。 沖縄県尖閣諸島周辺海域への中国航船の侵入は台風接近で111日連続で途切れたが9日には領海侵犯が確認された16日の給料期間終了後多数の中国漁船が押し寄せるとの情勢もある島根県竹島や 北方領土では、韓国やロシアによる不法占拠が続いている。在日米軍のケビン・シュナイダー司令官は、先月末、東シナ海と南シナ海での中国による行動を非難した上で、米国は尖閣情,情勢について、日本政府を支援する約束を100%堅持すると語った。 この発言に安心した日本人もいるようだが、同盟国とはいえ、自国の安全を他国に依存している状況に安心していいのかロシアとの間では、領土問題を解決できず、戦後70 75年経っても講和条約を締結することができない。各ミサイルの脅威を 高める北朝鮮とは最近対話すら実現していない。さらに韓国は1965年に締結した日韓基本条約に異議を唱えているありさまだ。国内に目を向けても日本の平和には疑問を感じる。 文科省の教科書検定の実務を担う調査官が北朝鮮のスパイリストに掲載されていたという週刊誌報道もあった。萩生田光一文科省は疑惑を否定したが日本の教科書は変更しているという指摘は多い。未来を担う子供たちのためにも 検定制度はは見直すべきではないか米軍普天間飛行場沖縄県宜野湾市の名護市辺野古への移設をめぐっては現地で外国語の横断幕が並んでいる日米同盟を弱体化させ日本の安全保障を危うくさせたい他国や組織の存在を 感じざるを得ない。日本国憲法全文には、こう書いてあります。平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。と記されていますが、 極端における現状を見る限り、そんな夢物語は通用しないです。第一ですね。国民の構成と審議とはどこを指している話ですかそれ中国ですか北朝鮮ですかロシアですか韓国ですかへえ。 周りを見てもね、うん、公正と真義がありそうな国は <laughs>、私には見当たりませんね。逆にですね、日本国内で平和を唱える人々こそが国内外の秩序を乱しているのだ。平和主義者の典型は何もしないことこそが平和だという人々が あり。最も厄介です。厄介だ。国際社会の平和と安定は、力の均衡によって支えられているという現状を認識し、それを維持するための不断の努力と覚悟が必要だ。平和ではない日本の状況を平和とまず言い張って。で、その平和の妄想が続くと。 考える人々は、まさにダブル、ダブル平和ボケと言えると思います。で、私たちはこれについて本を書いたことあるんですけどね、これはですね、紹介しましょう。えっと、ちゃんと見えるようにしますと、これね、平和ボケっていうから、というよりも平和バカだと。 私とロバート・エルドリージさんはこういう本を2018年に出しました。これ産経から出てますあの。興味がある方はぜひお読みになってみてください。まあ、平和ボケって言っても平和ばかだとこういうことを言ってるわけですよね。安全保障を人任せにするのではなく国民一人一人が現状を、えー、認識し 平和について真剣に向き合わなければ真の平和は訪れないと。えー、そこで記事を締めくくりました。どうでしょうか皆さんこの8月平和についてお考えになってらっしゃると思うんですけれども、ご自分の問題として考えていらっしゃるのでしょうかそれとも人任せしていいと思っていらっしゃるでしょうかもう一度ぜひ考え直してください。 ご清聴ありがとうございました。